僕は花歌君の周りだけそっとただ酔うモノクロの歌のようさ君は花びら空の数だけそっと風立つ夢に消えてゆくよ街の中とぼろくの影星が夕立の屋上で溶けてゆく切れかけなの？大丈夫なの？さっきの電波、届いたの。データのセーブにしたの。だから、バッドエンドになっても、安心。それがどうして？みゃーん。開けるの。ちょっと、やめなさ。みゃーん。
んな詳細な解説。エルの顔、見るの？アレルギーなだけよ。猫なんて飼えるわけないわ。ほら、新一、行くわよ。待つの。断るわ。来る？あなた、ペットを飼う場所なんてあるの？漫画喫茶に動物持ち込めないわよ。それは。それじゃあ、保護者のところに帰る？頭を下げて、猫を飼ってもらえる？ルル、でも、みゆき、こういうのは、拾わないと、バッドルートに。友達として忠告するわ。ここはゲームの世界じゃない。もしあなたが猫を拾ったりしたなら、絶交よ。教えて、絶交って何なの？友達をやめるの？みゆきは葵が嫌いなの？
てる。学校にいるときは、家に人いないの。心配なの。はい。あまり、みゆきの友達なの。いや、絶好、嫌なの。だから、会えないの。幸せなの。だから、きっと、きっと。大丈夫なの。エル、バイバイなの。ルル。変なの。嬉しくないのに、涙。
場所は分かった。当たり前でしょ。葵がどう行動するかなんて簡単に予想つくし。そしたら、ほっとけないじゃない。それより、どこに行ったか分かるんでしょうね。学校？全然気づかなかった。閉め忘れたってわけじゃないみたいね。教室じゃないの？どうしてわかったの？心当たりがあるかもって一回家に戻ったでしょ？何のため？ああ、今はいいわ。後でゆっくり教えて。葵、どこ？聞こえたわ。そこにいるんでしょ？返事をちょうだい。なんで出てこないの？葵、出てきなさいって。葵、どうしたの？来ないで。実は、ダメ、なの。なんでそんな、泣いて。慣れなくて見捨てることできなかったの。助けなきゃって思ったの。だから絶好みゆきと友達じゃない。
それで、出てこない？わかってるって。撤回よ、撤回！撤回。絶交は間違い。私たちはまだ友達のまま。だから葵、出てきなさい。撤回なの？絶交しないの？なんでこの雨の中あなたを探しに来たと思ってるの？あなたが心配だからに決まってるでしょ？本当なの？嘘なんてつかない。だって友達でしょ？また繰り返されるから。でもエル、お礼に抱きつきたいって。抱きつきですって？仕方ないわね。繰り返されるものなのよ。シンチ、マスクは？濡れたの。